ようこそ皇室ジャパンへ。天皇皇后両陛下が6月下旬にイギリスへの公式訪問を予定されているとのことです。この訪問は国賓としてのもので、現在最終調整が行われています。以前2020年春に子エリザベス女王からのご招待を受けて放映される計画でしたが、新型コロナウイルスの影響で延期となっていました。今回の訪問は約1週間を予定しており、6月22日にロンドンに到着される予定です。滞在中はバッキンガム宮殿での歓迎行事や晩餐会、そして子エリザベス女王の墓へのお参りが行われる予定です。また滞在最終日には天皇陛下と皇后さまが留学されたオックスフォード大学への訪問も検討されています。天皇陛下はイギリス留学中にテムズ川の水運について研究されていたことから、水関係の施設への視察も予定されています。さらにチャールズ国王が今年初めにがんの診断を受けたことが公表されており、天皇皇后両陛下の訪問は国王の健康状態を考慮しながら調整されています。両陛下のイギリス訪問はエリザベス女王の国葬出席以来となります。また国際親善訪問としては、昨年6月のインドネシア訪問に続き即位後2度目の訪問となります。このような国際的な交流は世界各国との友好関係を深める大切な機会です。両陛下の訪問が日本とイギリスの絆を一層強固なものにすることを願っています。どうぞこの訪問にご注目ください。2020年春に予定されていた訪問は新型コロナウイルスの影響で延期されておりました。しかしエリザベス女王の国葬に参列するため、2022年9月にはイギリスへの訪問が実現しました。これはコロナ後の皇室外交の新しい形を示す貴重な機会となります。さらにイギリス王室からはキャサリン皇太子妃ががんの診断を受け治療を開始されたことが報告されています。またチャールズ国王に関するデマが流れたというニュースもありました。21世紀において王室や皇室がどのような役割を果たすべきか、今回の訪問はその重要な手がかりを提供してくれるでしょう。この訪問は歴史的な意義を持ち、私たちにとっても大変貴重なものです。長らく延期されていたことがついに実現し、大変喜んでおります。現在闘病中のチャールズ国王にとっても、この出来事はきっと喜ばしいニュースでしょう。なお、戴冠式の招待状に関しては、チャールズ国王が天皇皇后陛下に2度お送りになったとの情報があります。エリザベス女王がご存命のうちに実現しなかったことは残念ですが、それはやむを得ない事情でした。英国が外部の干渉に屈することなく招待を続けてくださったことに心から感謝申し上げます。また皇室内部には両陛下の英国訪問を歓迎しない声もあるようですが、エリザベス女王の国葬にはご出席され、
チャールズ新国王の戴冠式には弟ミア夫妻が出席し、日本国民の間で様々な意見が交わされました。今回の訪問の主な目的は、明治天皇以来の伝統を受け継ぐ英国で最も名誉あるガーター勲章の授与と考えられます。6月のこの時期に他の理由を想像することは難しいですね。今回の訪問が滞りなく進むことを願いつつ、注目していきたいと思います。これは長い間待ち望まれていた国賓としての公式訪問です。通常葬儀や戴冠式などは特別な儀式とされていますが、これらは臨時の訪問とみなされます。一方で国賓としての公式訪問は原則として一度きりのものであり、これが両国にとって最も重要な外交的行事とされています。今回の訪問ではチャールズ国王が健康で全ての予定に参加できることを心から願っております。外交儀礼においては、国王と天皇の両陛下が即位後初めての公式訪問をされるため、お互いに最高勲章を授与することが大変注目されています。日本からは大勲位菊花章頸飾が、英国からはガーター勲章が授与される予定です。特にガーター勲章は通常はヨーロッパの大国の世襲君主でありキリスト教徒に授与されるものですが、日本はこの伝統からの唯一の例外であり、明治時代から平成にかけての4代の天皇陛下に贈られています。これは日本が英国の身内であるという特別な証とされています。英国へのご訪問が叶い、チャールズ3世陛下にお目にかかれることを心より願っておりました。英国の皆様にも温かく迎えていただけることでしょう。かつて学びの場とされたオックスフォードへも足を運ばれるとのこと。その歴史ある街の風情を再び感じられるのは何とも言えない喜びです。ご訪英の際のお姿を拝見できる日を思うと、私たちも活気づきます。その日を楽しみに待ちわびております。陛下がご著書テムズと共にの中でおっしゃっていた、近い将来雅子と共にこの地を訪れることを願っているというお言葉が現実のものとなるのですね。6月のバラの季節にはその美しい花々が祝福するかのように咲き誇ることでしょう。バッキンガム宮殿での晩餐会でお元気なお姿を拝見できることを心から願っております。いかがだったでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。今回は以上となります。あなたの感想をコメントでお寄せください。この動画に対していいねボタンでの評価をいただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、動画を見逃さないようにチャンネルの登録をお待ちしています。それではまた会いましょう。